西武園線は東京都東村山市の東村山駅から西武園駅を結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は SK。西武園線西武園駅東村山駅西武園、線列車西武園競輪場、西武鉄道が村山線の延伸部として免許を取得していた東村山駅、箱根ヶ崎駅間の通称。 箱根ヶ崎線が当線の母体である。免許自体は1915年に取得していたが、延々と工事を先延ばしにしたまま、昭和まで持ち越したものである。その塩漬け状態の計画が活用されるきっかけとなったのが、1927年に村山貯水池こと、玉子が竣工し、身近な観光地として東京などから観光客が集まるようになったことである。 これに目をつけた武蔵野鉄道が西所沢から路線を建設。また同社に出資し後に同社の親会社となる箱根土地も国分寺から多摩湖へ向かう路線を建設して子会社多摩湖鉄道2条として運営させた。武蔵野鉄道とは不具体店の中でありライバル関係にあった西武鉄道は 箱根が崎線がちょうど貯水池の近くを通る予定であることを利用して1929年に計画の微調整を行い貯水池そばまでの一駅間のみの建設に着手その結果1930年4月5日に東村山駅村山貯水池前駅間が村山線の一部として開業するに至る多摩湖鉄道の予定線の横合いからぶつけるような 形の路線であり、かなり移動車を意識した路線形態となった。なお、この直後の1931年、母体である箱根ヶ崎線は、たびたびの延長に号を煮やした鉄道省によって免許取り消し処分に付されることとなり、会社としては、この一区間を観光路線として活用せざるを得なくなった。この西武鉄道と玉湖鉄道、 武蔵野鉄道玉子線との競争は玉子鉄道が予定線を全通させるに至って激化した。1936年に開業した玉子鉄道の終点駅は村山貯水一枚駅のすぐそばであり、さらに駅名も村山貯水一駅と類似の駅名をつけていた。その後も1941年の改称の時に同様のことを行うなど駅名からして 張り合いの意識をむき出しにしていた。このように加熱した太鼓意識の下当選の終点周辺である村山貯水地付近では、多摩湖へ向かう観光客をめぐって壮絶な客の奪い合いが行われることになる。第二次世界大戦が激化すると、次第に観光客の客足も遠のき、このような競争も沈静化に向かった。その後1943年に1年間の、 期限付きで東京市からの委託を受けて空襲防護用の資材輸送を受け負うなどしていたが元が観光路線ということで政府から不要不急線に指定されて1944年5月10日に休止され路線ごと撤去されたさらに戦時体制の中ライバルだった西武鉄道と武蔵野鉄道も陸上交通事業調整法により統合へと向かい 審査の遅れがあったものの1945年9月22日には西武農業鉄道となり翌年に西武鉄道へ解消した戦後当選が復活したのは1948年4月1日であるこの復活の背景にはこの前年の1947年に西武鉄道が貯水地周辺の広大な土地を手に入れたことがある 西部はこの土地を開発して、東村山文化園という総合娯楽施設を建設することを計画し、観光輸送にその資材や人員輸送の目的を兼ねて路線を復活させた。かくして、当線は戦前に狭山公園駅と改称した終点駅を村山貯水池駅と元の駅名に近い形に戻しての再起となった。その後、 東村山文化園内へ村山競輪場が開設されることになった。当初競輪場の計画は東村山文化園構想には存在しなかったが、この頃各地で競輪が大量の観客を動員し、また地方自治体も財源として開催地を求めていたため、これに乗る形で競輪場建設を組み込んだ。そして交通路確保のため既存の路線の途中に 野口信号所を設けて、競輪場のそばへ向かう視線を付設、西武園駅を開業させた。競輪開催時のみに営業する、臨時駅でしかなかった、西武園駅を、やがて会社は、東村山文化園構想の担い手として、重要視するようになった。一方、従来の終点である、村山貯水池駅は、半ばライバル会社に負けまいとして開業させた駅であり、 そのライバル会社同士が同じ西武鉄道となっていることを考えれば全くの無駄である。また西武園方面と村山貯水池方面で両方列車を運転すると野口信号所がトラブルを起こす点でも望ましくないとして西武園駅に統合して常設駅化という話が起こった。これに地元である東村山町の町長も賛同し、 1951年3月1日をもって、野口信号所村山貯水池間は廃止され、村山貯水池駅は、西武園駅に統合されるという形で廃駅となった。同時に、西武園駅は、常設駅とされ、現在の路線ができた。路線名称の改正が行われた翌1952年3月25日、この区間が、村山線から分離され、 現在のように独立した路線となった。ほとんどの列車が東村山駅西武園駅間のみの折り返し運転であるが、国分寺線に直通する国分寺駅発着列車が早朝にわずかながら存在する。なお、大半の列車が東村山駅で国分寺線や新宿線の列車に接続している。休日や催し物がない限り音量編成で、 運転されている。ワンマン化はされていない。2018年3月9日まで、競林開催時には、国分寺線への直通列車が随時運転されていたが、2018年3月10日のダイヤ改正以降は廃止され、線内運転のみとなった。2011年末までは、新宿線へ直通する列車もあった。ダイヤ上。 上りだけ新宿線へ直通する列車も存在していたが、2011年12月24日に東村山駅で直通列車による脱線事故が発生し、翌日は直通列車の運転を行ったものの同月30日から直通運転が休止された。その後、新宿線直通列車は2012年6月30日のダイヤ改正で設定そのものが廃止されている。 最終的に新宿線直通列車は各駅停車西部新宿行きのみであったが過去には急行さらには臨時で快速急行の設定もあったかつては主に101系の他国分寺線などからの直通列車として401系、701系、3000系、新101系などが運用されていた時期があった当線のキロポストは元が 村山線の延長として開業したという歴史的経緯から新宿線高田の馬場駅起点のキロ数で東村山西部園の方向に打たれている。西部園駅構内には3、4と書かれたキロポストが存在するが、これは高田の馬場起点26.3キロメートル、26.4キロメートルを示すものである。なお、高田の馬場起点のキロポストは、 新宿線側でも所沢駅の手前 26.、26.472km 地点まで、打たれているため、全体で見た場合同じ起点の、同じキロ数を示すキロポストが2つ、存在していることになる。今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁4号関東に新庁舎、2008年8月、52から53ページ。 ISBN 978から41億790万227。西武遊園地駅、40年ぶり、玉子駅に、駅そばの西武園中央口閉鎖で、毎日新聞。オリジナルの2020年3月14日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200314182252/https:mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/040/209000c2021 <ッ>年11月14日閲覧。 鉄道付属街路事業に関する、お知らせ東村山市町づくり部町づくり推進課、2021年6月4日、閲覧。AB、西武鉄道新宿線、国分寺線及び西武沿線、連続立体交差事業変更届東京都、環境局総務部環境政策課、2021年12月2日、閲覧。2018年3月10日、 ダイヤ改正を実施します。西武鉄道 PQ2018 年4月9日閲覧。西武時刻表第24号西武鉄道2012年6月25日。西武戦前駅で駅ナンバリングを導入します西武鉄道2012年4月25日閲覧。小松隆市西武鉄道沿線観察から。 鉄道ピクトリアルナン、no. バー7162002年4月臨時増換号特集西部鉄道 P128 から1312002年4月10日発行電気車研究会ありがとうございます